はい、ヒロです。今回はね、ガーパイクの特徴についてお話ししたいと思います。皆さんね、もうガーパイク買えなくなっちゃったんですよ。2018年か、の4月ぐらいをめどにね、買えなくなっちゃったんで、まあ話してもしゃあないかなと思うんですけど、やっぱガーは好きだったんですよ。今でも買ってますけどね。もう、もちろん移動とかもできないんで、厳しいんですけど、ちゃんと、自分の場所で買ってます。はい。で、まあでもガー好きなんで、ちょっと話したいなと思って、ちょっとガーの特徴を話していこうかなと思いますので、ぜひ、ガー、気になるなって方はぜひ見てみてください。で、ここでね、軽く自己紹介させていただきます。自分はアメリカ出身で、物心ついた時から魚をずっと飼育してます。で、スキューブダイビングのインストラクターですね、させていただいておりまして、今年で魚の飼育歴は24年になります。で、ペットショップで売ってる魚はですね、淡水魚、海水魚問わずほとんど飼育したことがあります。で、LINE とか Twitter の方で、魚の飼育の仕方もね、発信してますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。じゃあ、ガーパイクの特徴5個話していきます。1個目としてはね、U ターン苦手です。あ、わかるって人もいると思うんですよ。あ、まあ結構細くて、細いのに体硬いんですよ、彼は。なんで、奥行きがあんまりないと U ターンがしづらくなっちゃって暴れたりとか結構あるので、奥行きはすごい必要かなって思います。で、U ターンが苦手。で、二つ目としては、酸欠に基本強いです。やっぱり、空気中の方に行ってね、パッて口上げて空気呼吸をするので、まあ、そういう水中の用途の酸素が低いところにも強いです。そういう面では酸欠に強い。で、三つ目としては低温に強いです。よく、アリゲーターガーとかね、玉割り見つかったとか、川にいましたっていう面もあって、越冬するんですよ、彼ら。結構越冬できるぐらい水温下がってもいけるので、あと、あったかい場所に行ったりするんですよね。まあ、あったかいって言っても18度とか15度ぐらいまで水温下がるので、熱帯魚だと完全に死んでしまう温度でも生きるんですよ。だからそこはやっぱ強いので、低温に強いです。で、4つ目として大きさどのぐらいなのってことなんですけど、スポテッドガーとかであればね、50センチぐらいなんですけど、大きいやつは1メーター超えます。アリゲーターガーとかでも2メーターぐらいになっちゃうんで、全然大きさがそうです。はい。で、5つ目としては、ね、寿命どのぐらいなんですかってことなんですけど、20年から30年ぐらいかな。結構いきます。もちろんそれ以上生きる個体ももちろんいるんですけど、2、30年は軽く生きるっていう種類です。はい。で、まあ、いろいろ話したんですけど、まあ、ガーパイクね、2018年の4月だね、4月にの期限で、もう新しく飼育ができなくなっちゃったんですよ。で、もう結構厳しくて、飼育もできないし、販売もできないし、移動するのも許可必要なんですよ。あと、譲渡、あげるよってもできなくて、つまり、今飼ってる個体は殺してしまうか、あるいは、その許可を取ってこのまま修正飼育、死ぬまで飼育するしか選択肢がないんですよ。なんで、まあこれちょっと良くないな、良くないなというか、一番良くないなと思ったのが、2018年の4月の寸前での時にやめますっていうか、もう法律で飼えなくなりますってなったら何が起きたかっていうと、卸業者さんからいろいろ話聞いたんですけどね。あの、2018年の4月の前のあたり、だから年明けてぐらいからかな。ガーパイクをすごい大量に輸入して、もう値段をすごい釣り上げたんですよ、業者が。もう買えなくなっちゃいますよとか、プレミアですよとか、今買っとけば、一応4月以降も買い続けることはできるので、今しか買えませんよみたいな、その、なんていうのかな、すごい値を釣り上げて危機感を持たせて、すごい売ったんですよ。それがすごい自分としてはショックだなって思って、まあ、儲かれば何でもいいっていう感じじゃないですか。それすごい良くないなって自分は思ってて、なんで、まあ、それはね、ちょっと法律の仕方が、ね、2018年4月までって言っちゃったから、まあ、ね、売る側としては、その、バーって大量に仕入れて値を釣り上げるって発想になってしまったんだと思うんですけど、まあ、そこはちょっと考える、いろいろ考える余地があるなとは個人的には思いました。なので、ちゃんとまともにやってるペットショップ屋さんとかで話聞いてみると、もう本当にふざけるなって感じで怒ってはいたんですよ。やっぱもう生き物をどうするかって、もう多分それ売れなくなっちゃったら、2018年4月以降全部殺しちゃったとか、あるいはその闇ルートで売るとか、すごい悪いことをするしかないんですよ。ね、せっかく来た稚魚全部殺しちゃったとか、どっちにしろ殺すにしろ闇ルートに流すにしろ、良くないじゃないですか。そういうことは全部起きてるので、自分として良くないなってやっぱ思いましたね。なんで、まあね、ちょっと話しちゃったんですけど、まあ今ね、ガーパイクぜひ、飼育してる方はね、あの、最終飼育、修正飼育か、最後までぜひ可愛がってあげてください。はい、自分も飼ってます。はい。なんでまあ、これ以外に限らずね、チャンネル登録、ぜひしていただければ嬉しいので、よろしくお願いします。ありがとうございました。